を通って一気にダムの上に行くわけだ。雷電鳥頭山、長野県方面通行止め。ここ埼玉県なのに。でここにバス停。
高瀬の郵便局。全部昔の橋。橋の向こうの何があるの？どうかしましたか？上って行かれます？このまま落合橋、上落合橋に行かれたりですか？いや、詳しくわかんないです。ドライブしてるだけなんで。ああ、そうなんですね。はい。ご迷惑でなければ、途中までこの通りの上にあるんですけど、ああ、はい、ちょっと通行止めの手前のところになるんですけど、多分車で10分かからないぐらいなんですか？あー、ちょっと見ての通りなんで乗れないですね。後ろの席、このありさま。
私たちも車で来てて、はい、上まで乗せてもらえれば自分たちの車で帰れるんですけど、うん、車があるんですけど、うん、多分、うん、こんなにもそう、いや、すいません、後ろ申し訳ないです、突然お声がけしてしまって、登山ですか？あ、そうです、登山の帰りだったんです、モバイルバッテリーを今日持ち忘れて持ってくるの忘れちゃってギリギリで入ってる、いやいや、全然、むしろすいません、申し訳ないです、すいません。いや、俺詳しい道とか全然わかんなくて、はい、ちょっとドライブで走ってきただけだから、はい、ただこの先あの通行止めになってるので、うん、どっちにしろ行けないかもしれないです。あ、そうなんですね。はい、で私たちその手前のところにちょうど車があったので、うん、出たんですけど、俺たち新潟県から来たんですよ。ああ、はい、そうなんですね。2人はどの辺の人ですか？私たちは出身は埼玉で。ああ、そうなんです。目的地に到着しました。お疲れ様でした。まだ上？はい、電波いいの？あ、いいよ、別に、うん、あ、でもあれか、そんなにお願いしちゃう、電波入らないでしょ、電波入らない、さっき入ってたんですけど、今入んなくなっちゃった、なんで回収ボタン押さなかったの？重ね重ねのお願いで申し訳ないですが、うん、携帯の充電器をお持ちですか？充電器をトランク探せばあるかもしれないけど、ないかもしれないっていう。
あの状態でさらに届いたらすごいよな。これだけゆっくり走ってるのに追いついてこないからな。消えたら置きっぱなしなのか。頭下げてた。頭下げてた。あ、もう車だなと思って。何してんだろうって思った。また遊んでるなと思って。早い。ループしてた、さっきのあの車。窓開けて。お、いた。追いつくかや。ループしてた、さっきのあの車。まだ閉めていいよ。違うよな、これフィットだよ。アクアと。え、これじゃないよね。シルバーだったっけ。うん、シルバーだかホワイトだか。これ白だよな。
シルバーだった気がする。だよね、これ違うな、結構スピード速かったかな。速かったよ、こんな遅くねえあいつら。だって全然追いつかなかったもん。あれもトヨタの車前、まあ、ほら新型ヤリスか新型フィットだと思うけど、フィットならトヨタです。うん、じゃあ違うな。うん、もっと前行ったもん。ワクワク、もうアクアじゃなくてラクティスだよね、多分分からん。シルバーのもっと背高いやつだよね。こんなに背低くないでしょ。あれでもトヨタレンタカーって書いてあるぞ。でもワナンバーだからレンタカーだもんね。うん。これか、可能性もなくもないな。ラクティスっぽい。あーでもその駐車場が盛り上がってたからな、平らじゃなくて。最後名乗ってみれば、YouTuber です。やだわ、やればよ。寄らない。え、いいの？いや、閉まってんじゃん、これ。え、あの場合これ閉まるの？24時間じゃねえんだ。いや、山奥だ、閉まってる。今やってたかもしんねえけど、なんか暗く見えなかった。え、そう？でも店内はいつも分かんない。あ、節電してたんだ、いっぱいな。まあ、いいか。てか、新しいアクアってこんなに背高いんだ。もっとちっちゃいイメージだった。てか、カーブ早いな、やっぱ。向こうの方が旋回性能が高いからの、俺ボーダーのコーナリング。どうぞ。何か、え、まさか曲がるの？いや、だってトイレ行きてえし。マジで気まずいでしょ。あ、いや別に気まずくないぞ。気まずいわ。というかさっきの代表だ、多分。
ちが気まずいわ。何が気まずくないよ。